はい、今回は北綾瀬を紹介していきたいと思います。こちら北綾瀬駅ですね。現在ホームの延伸と出入り口新設の工事中です。住民以外で来たことある人そんなに多くないんじゃないですかね。綾瀬駅との間で一駅分だけ伸びている、まあ、いわゆる盲腸線というやつですね。もともとは何でも駅のすぐ北側にある綾瀬車両基地へのですね、引き込み線だったと。で、後からそこに駅が設置されたという流れだそうですね。まあ、昨年から千代田線との直通運転が一部始まりまして、まあ、厳密な意味ではもう盲腸線ではないのかもしれませんが、電車好きには有名な駅なんじゃないでしょうか。正直ね、駅前にもこれといった特徴がなくて、こちらの青い庇のお店は本屋さんでして、北綾瀬駅周辺で唯一の本屋さんですね。ちょっとね、本好きの私には書店砂漠地帯なのでこの辺は寂しいものがあります。こちらは駅前の公園で、勝負沼公園と言います。最近リニューアル工事が終わりまして、大変綺麗な公園ですね。ちょうど6月初頭なんかは菖蒲の花が綺麗に咲き誇りますので、見頃を迎えます。さて、駅から200メートルぐらい北側にですね、跨線橋がまあかかっておりまして、周辺にまあ特徴がないことがこれで見て取れるんじゃないでしょうか。で、後ろを振り向くと、先ほど言及した東京メトロ綾瀬車両基地があると。続いて私がパンダストリートと呼んでいる駅近くの通りを、ね、ご紹介します。まずこちらはお好み焼きもんじゃ焼きのお店で、そのものずまりパンダという店ですね。でちょっと振り向いてこちらの方向にですね、まっすぐ行くと、まあ、綾瀬駅につながるというそういう位置関係なんですが、同じ道を100メートルぐらい北綾瀬駅に近づきますと、今度はビッグパンダというお店があります。ジャイアントパンダはね、聞いたことあります。こちらビッグパンダですよ。ジャイアントパンダとビッグパンダは果たしてどっちが大きいんでしょうね。興味深いところですけど、お店はこれは中古車屋さんですね。で、もちろんこれで終わりではなくて、もう少し行くと、はい、見えますでしょうか、ラーメンパンダございます。お好み焼き、中古車、ラーメン、全部パンダですね。おー、パンダ尽くしです。はい、パンダってます。ちなみに食べたことはないです。で、これで終わりかと思いきやですね、まだあるんですよ。こちら、ラーメンロッジというね、お察しの通りラーメン屋さんです。ここはね、看板をちょっと見てください。はい、絵でパンダがいますね。さらにここには玄関先にパンダの、これは剥製なのか人形なのか、かなりリアルなパンダが鎮座しています。これだけ多くのパンダに出会えるストロークは珍しいと思いますよ。続いては長い路地を紹介します。先ほど出てきたね、車両基地の脇の道でして、これがまあ長いんですよ。ここはね、自転車で走行したので、ちょっとご覧ください。
はい、ここでゴールですね。車両基地の長さ、まあさすが電車の車両基地だけあって、非常に長いことが伝わるかと思います。今度は巨大地下道ですね。さっきのね、路地の入り口のところを、こう路地に入らずに右に行きますと、そこが地下道の入り口と。なっております。ここはね、一見の価値がある地下道なので、まあ綾瀬に来たらぜひ用がなくても潜ってみてください。大変面白いと思います。何しろね、今見てもらった通り車両基地があまりにも長く横たわってますから、こういうのがないと向こう側に行くのにすごい大回りしないといけないんですね。ちなみに、まあ、車もこの歩行者用地下道のさらに下をこう、通れるようになっています。大雨なんか降ると危ないらしいですけどね。さあ、見えてきましたよ。はい、こちら。すごくないですか、これ。向こう側がね、ちょうどこう潜って上がるっていう感じになってるせいで、見通せないんですよね。だから実際よりもなんかすごくこう距離があるというか、長い地下道に見える。大変不思議な感覚に陥る地下道でして、まあ何があるわけでもないので、多少早回しで行きますが、距離を伝えるために一応全部お見せしようかなと。はい、だいぶ来ましたね。振り向くとこんな感じと。ちょっとね、画面だと分かりにくいかもしれませんが、もう奥の方、出口が見えています。地下道だけあってね、ここ潜ると夏場はすごくひんやりしていて、過ごしやすい気温になってます。東京のね、地下街なんかだったらこういうのは珍しくないんでしょうけど、単純な地下道としてはかなりの大きさなんじゃないでしょうか。私ちょっとこの規模をなかなか見たことはないです。はい、ゴールですね。これでおしまいと。結構ね、面白いですよ。ただ歩くだけで。まあ、二度も三度も歩くようなところじゃないですけど、ほら、こんな感じで。なんか高速道路のトンネルみたいですよね。はい、このチャンネルでは普通とは少し違った視点で街の魅力を深掘りしていきます。気に入っていただけましたら高評価、それにチャンネル登録をよろしくお願いします。励みになります。次回は亀有あたりを紹介しようと思っています。それでは。